YouTube 見てる人たち、 RG がどんな仕事してるか一日密着したいと思います。現在朝6時 NHK 鉄オタ選手権ロケ行ってきます。新幹線です。今日のスニーカーはおりますが、誰になるんでしょうか。ベスト赤シャツ、はい、はい、ちなみに衣装は全部自前です。はい、お楽しみに。仕上がりましたね。はい、誰でしょうか。これで今日のロケ、あともう一チェンジします。ではちょっとチェンジお願いします。仕上がりましたね。いやー、仕上がってる、いいですね。あれ誰でしょうか。髪型もしっかり立ち上がってますね。京本まさき感あるかな、ちょっとでも違うんですね。はい、似てる。今ロケバスです。今日はもう7カ所ぐらい回りますので、今その3カ所目ぐらいです。コロナ期間中はもう全然食べれなかったお菓子も食べております。こうやって間食をちょこちょこやってるので10キロ減ったけどもプラス3キロ。もうすぐでいつもの RG に戻ると思います。この後は弁当もあります。完食できるか。うん。まだまだロケは続きます。今日のお弁当です。食欲が戻ってるかな。食べきれるかな。いただきます。でした。まだ食欲戻ってきてないんかなと思ったんですけども、さっき食べっ子動物を食べたからでした。ご飯をですね後で食べたいと思います。全部食べます。よし、今日のロケの3分の2が終わりました。着替えます。ここから先は乳首見えるんで一回止めますね。はい、メイク落とします。はい、今日はビジュアル系メイクだったんで、ね、白塗りにしてました。落とします。ほら、目元もちゃんとね、はい、やってもらいました。ここが結構シートでは取れずにそのまま帰りがちっていうのはメイクあるあるですね。やっぱその後で黒い目やにが出がちっていうのもあるあるですね。以前ちょっとめちゃくちゃメイクした時ね、シートでもう本当に乱雑に取って次の現場行ったりしてたんで、もう肌が荒れに荒れました。皆さん気をつけてください。ちゃんとシートとはいえ丁寧に浮かして取る。で、家帰ってちゃんとジェルとかオイルでしっかり洗って化粧水をちゃんとする。それしないともう首がこんなもぶつぶつなるよ。気をつけてくださいね。さあ、ロケ最後の待ち時間です。ちょっと小腹が空いたのでモスバーガー海鮮かき揚げバーガーを食べます。朝6時出発して今、夜の7時です。頑張ります。
疲れ様でした。朝の5時起きで6時に出発して夜の9時に帰ってきました。完全復活しております。お仕事お待ちしております。レザーマルジでした。よし寝よう。